わいわ、どうも。ちなみに確か自己ベは1分何秒だったかな。TA のやつは。あとでここで、なんかいろいろ鉱石とかも掘ったりした方がいいかな。でもあれか、ノバクエースは多分取れないかな。わかんないけど。まあなんか用があれば、まああとでツアーかなんかで来ることにしよう。で、多分ね、そう、ボルボロス TA の時はね、こうやって行ってたんだよ。懐かしいな。こうやって行って、カメラ動かさないでこうやって行ってたんだよな。多分ね、同じ位置だったら多分一番にいると思う。うわー、懐かしい。完全に俺だけの話でしかないけど、懐かしいな。で、ここら辺で、回避やって移動とかやってたけど。ああ、いた。意外といるのに、そこに。懐かしいな。どうせなら、同じムーブやるか。あ、バレちゃった。あ、よ。うわ、懐かしい。マジ、完全に、体験版のあれやん。懐かしいな。あ、よ。で、ちょっと多分ね、はめかすになると思うな、これ。あ、よ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとね、自分で言うのもあれだけどね、ボルボロスにフルバーストぶち込むのはね、マジで、手慣れてるからちょっと見ててくれ。オッケー。行くぜ。あいよ。あ、意外と泥飛ばないね。さすが上位だな。だここも一応、砂漠なんだな、扱い。で、こうやるんだよな、ボルボロスの仕留め方は。オッケー。ここでね、壁で、イモってフルバストしてるだけで終わるんだよ、こいつ。悲しいことにさ。でも、ここ熱いの理解苦しむな。あ、ちょっと待って!回復ちょっと拭いてくんねえかな。あれ ?TA されるのは、俺だった?まず逆だった。さっきのボルボロスが、研究員に追われているっていう、あそこの会話のあれの流れは、このことを、まさか、そういうことだった。示唆していたっていうか、予言していたっていうか、そういうあれだったのか。OK。拳銃タイム長いなってらんね。いや、でもなんか、あれなんかもっと、サクサク、いけてたような気がするんだけど、泥剥がしとか。OK。よし!いや、でも引き続き、インモリって、フルバーストやってれば多分、終わるはず。OK! 待って緑ちゃん、あそこで。OK! 来た。よし、危ねえ、ギリギリフルバーストオーバーしなかった。でもこれ、流炎氷やんなくてもいいかもな。いや、おお、待てよ。OK! まだ死ぬには早い。まだ早い。OK。いいよ、来いよ。よし。あの TA の時に培った知識を、プレイヤースキルを思い出せ、まっちゃ。よし。あ、ちょっと怒っちゃったな。怒るとこいつらこけないからな。よし、ナイス。今のところ、順調ではないけど、順調だぞ、いやいや。あ?弱ってないか?なんかエリチェンもなんか体験版の時となんか一緒なんだけど。落とし物拾っとくか。まさか、ボルボロスに一応させられると思わなかった。え?なに?砥石?あ、そこあれなんだ。最初ポイントだ。ちょっとやめて。アップキロツに行き、ちょっとやめて。俺が何しちゃってんだ、お前。オッケー。やり。今のうちに昼間すとけ。オッケー。あ、大粒の涙ありがて。多分スムーズにいけるかどうかちょっと怪しいな。でもまぁちょっと、こっちの開けたところではね、まぁ闘牛みたいな感じで、まぁ行けば多分サクサクいけるかな。でも我通常レベル3ぞ、我。ナルが1分台で貝のやつで仕留めた。ガンランスぞ、これ。そんなに効かないと思わないんだけどな。OK。よし。あ、いいよ。聞いてはいるんだよな、多分。弱ったかな?あ、弱っただよな。なんか、ひるみ具合とかさ、結構、似てたから、まあ、やっぱ、こんぐらいでは、弱るんやな。何分?あー、0分身いけるかな?
あんまりそこに執着するのもあれだけどさ。はいよ。いや、厳しいな。怪しいな。いや、でも、いけるだけ、ちょっと、やってみるか。はいよ。よし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 。終わり。いやちょっと、ギリギリオーバーしたけど、まあでも、本当ならもうちょっと、綺麗に終わるはずだったんだけどな。ザ・エンドってね。ジ・エンドな。しつこいって言われようが、俺は何回でもこれを繰り返す。ザ・エンドってね。いやー、接戦だったな。俺にとってはもう上位序盤のモンスターでさえもうそうっていうか、もうそのぐらいの相手がもうなんかちょうどいいわ。そんな感じ、そんな気がする。弱くもなく強すぎずもなくみたいな。あ？お帰りなさい、ハンターさん。たった今、流歴院から船の許可とバルファルク追跡の、マジで許可が下りました。あのボロボロスを倒したから、それでか。なんでもベレノワの総長さんが上層部を説得してくださったとか、あのひげおやじ言うのやな。ハンターさんが村長さんのクエストをこなしてくれたおかげですね。本当に本当にありがとうございます。縁やで。早速教会に移りたいのですが、そう簡単にはいかない事情がありまして。あれなんだっけ、素材とか。船を強化するような技術も資材も持ち合わせていないということです。あ、じゃあなんか技術とかのやつが必要ってこと？なんか人が。あれ？おお、なんかめっちゃ出てる。あれ？緊急クエストがなんかまた出てくる感じかな？わかんないけど。ちょ、まあ、ひとまず、特殊許可証だけ、受け取っとこう。なんか今日、これ滑舌悪いな。お食事券、やっともらえた、1枚。3クエストに1回とかもらえるのかな？わかんないけど。ハンターさん、ハロー。調子いいみたいですか？いやはや、頼りになりますね。でしょ？頼りになるでしょ。調子が良くて、もうちょ困っちゃうぐらいだな。クエストがいくつか追加されてますよ。確認しておきましょう。それでは入れよう、クエスト1な。お、結構出てきた。ツアー系のやつ。沼地とか行きたいんだけどな、できれば。あ、結構食えたね。キークエだけかなと思ったんだけど。キークエ、いいね。あ、ギロスってこれ沼地じゃないんだ。沼地だったらノバクリエスタルとか、快適にね、サクサクと集めることできたんだけど。まあ、まずは、ちょっと、キーク系の、多分これだよね、水星の欠片はどこにってやつかな？うん。これ、キーク系だな。あとは、その、ギリオスと、あと、鉄カブラ、あいつもか。まあ、なんか、ここら辺の序盤系のやつも、まあ、サクサク多分、フルバーストで終わるかな。わからんけど。これ、欠片よね。あ、よし。焼けた広角。これは、あれだよね。多分、すぐ、近くに落ちてるはずだから。まあ、なんかそんなに、苦労せずには集まって終われるはず。1番と2番、なんか各フロアに確かあったはずなんで、各エリア。あったはず。ここにもあるよね。ねえ、大型モンスターいるんだけど。アプトノスがね、こういう風に警戒してるときは、隣、なんか隣接したところのエリアにね、大型モンスターがいる証拠だから、6番か2番に誰かいるな。誰だろうな、わかんないけど、ちょっと2番に行くか。ババコンガとかじゃなければいいんだけど。一番めんどくせえからな。あと2つか。5つだから多分2番で終われるかな。あ、でも、絶対2番いるでしょ、これ。あ、いたよ。しかもギリオスじゃん。どうすかな。いやいや。ここで無駄な体力消費し、無駄な体力消費しても、あ、しょうがないやろ。なんか、なんだっけあれ。なんだっけあのクエスト。あの、瞬人の羽飾りのあのクエストのやつで、HP の減り経験したからか、異様になんか少なく感じる。ゲリオス弱くね？ HP 全然減らなかったんだけど。これで、おしまいやな。まあ、すごいなんか、サクサク終わるやつだね。まあ、最初のやつだしな。あともう一つ最初のやつあるんだけど。まあそれも多分すぐ割れるかな。わかんないけど。可愛らしい。赤ちゃんプレイを象徴したかのような。象徴。可愛いな。ファッションセンスが問われる。
ハンターさん、彗星のかけらこと焼けた広角の、最初ありがとうございました。この先も、空で彗星が赤く輝いていれば焼けた広角が落ちているはずです。見つけたら集めてこいおいてくださいね。はい、なんかあれだよね、防具合成とかで確か必要だったんだよな。さて、それでは焼けた広角の正体、早速有識線の研究室で分析していただきましょう。あ、なんか結構そんな分析するような高度なやつ揃ってんだ。そうです、準備が整ったんです。いよいよ有識線本領発揮ですよ。あー嬉しいな。有識線ではハンターさんのサポートをバッチリ受け付けています。必ずお役に立ちますよ。あれだよね、なんかどんぐりのロケットとか飛ばしたりできるんだよな。うん、それでは研究室にいる研究員アイルーさんにそのかけらの正体を突き止めてもらってください。はい、まああれはまあネタバレっていうか俺知ってんだけど、バルファルグだよねあれは。あら、ハンターさん、有識船の研究室にようこそなのにゃ。ちょっと準備に手間取ったけど、ようやくお仕事開始だにゃ。ここではアイテムボックスの拡張やアイテムお届け隊のような便利な機能を受け付けるにゃ。そやな、うん、アイテムを届けた。あれ？それ読んだ気するけどな、前に。うん、狩りの最中にね、なんか、ロケット飛ばしてもらうように、あらかじめ予約しておく必要があるんだよね。まあ、ちょっと後でなんか気が向いたらちょっとやっておこうかな。うん。ん？拾ってきた彗星のかけらを分析してほしい。どれどれちょっと見せるのにゃ。ふんふん、分析、そんなすぐ終わるの？お前さ、虫眼鏡みたいなのでさ、ちょっと覗いてなんかちょっと見ただけじゃねえのそれ。これはバルファルクの極改革の陣、間違いなしにゃ。飛行中に剥がれ落ちたようだにゃ。それだけ猛スピードだということにゃ。フーム、とんでもないやつなのにゃ。これはとても貴重な研究対象にゃ。今後も見つけて持ってきてくれたら、お礼に研究室の、拡張を許可するにゃ。あ、拡張が必要なんだっけか。あ、じゃあちょっとなんかアイテムボックスのやつ、拡張、やってみるか。お届けたい。あ、これでやれんのか。クエスト開始3分経過、5分経過で。まあ、俺みたいななんかさっき一応つ、速攻やってたようなやからにはちょっとお世話になるような、あれやな、システムのやつやな。で、情報更新のインザンだな。ちょっとあとは、ちょっと吹き出し、一人いたから話しかけとこう。多分クエストなんか出るよな。俺は大海原を、あ？大海原を、あまり難しい言葉を使うなよ。読めないだろ。漁に命をかける海の男、狩猟漁団の赤槍っす。以後よろしくっす。あ、赤槍がなんか、名前なの？名前ってかなんか、あれだよね、ハンドルネームみたいな感じなのかな。普段は漁をしてるんですけど、今回はここ、流式船に相棒の黒槍とお邪魔してるっす。右が黒槍っていう人かな。なんで来てるのかって、狩猟漁団の団長に言われたんすよ。有識船も同じ船、学ぶことは多いはず、一つ大きな男になって帰ってきなって、まあ言われたからにはやってみるっす。あ、クエスト、あれクエスト出ないの？この人たちが何をするかとかは正直あんまり、あんまりあれなんだけど、ハンターさんこんにちは。有識船団の歌担当の黒槍です。今回は歌だけ、海ではなく、空からということで、まずは僕たち狩猟船団の定番、ゆけゆけ狩猟船団聞いてください。ああ、果てなき海原の旅人。あまりにもちょっと棒読みすぎるかな。こういうのなんかリアクションに困るんだけど。これどう歌いっていうの？ああ、あれ来る、は、な、は、探索者、は、海ってなんか切ないと思うんだ。歌ってる場合じゃねえ。右、から、海流だ。わ、うわ、やべえ。あ、めん、あ、いっぱい。ああ、壊れた船よ。君の涙に、ゆけゆけ我らが狩猟船だ。それではこれからよろしく。よろしくな。あまり難しい言葉は使うんじゃねえよ。よろしくな。じゃ、ちょっとこのモロコシ法で、アイテムちょっと置いてって、改めて、ちょっと倒しに行こうか。あんまりギルス得意じゃないんだけどな。まあ拡散砲撃で多分小回りしていけば多分大丈夫やろ。よし、重かいや忘れてくれ。君たちは何も聞いてなかった。いいね。はい、よしゲルス行こう。行く。おお、めっちゃ綺麗。
すげえ綺麗だな。4G の PV の時とは打って変わって。まるで俺の純粋さを表しているようだな。綺麗やな。確かあいつ初期位置、8番、あ、いや、あれ、あれ、え、どこだっけかな ?2 番だったかな、なんか、すんごいマイナーなコアな話なんだけどさ、モンハン 4G にある自己主張の激しい者たちっていうクエストがあるんだけど、ババコンガとアルセルタスとギルスのやつ。あれの、ギルス出てくるのは8番なんだよね。これは2番かな。あれ、8番かな、ちょ、わかんないな。あ、8番か。やっぱ8番か。あのコアな話は、あそこの知識で培ったものはちょっと無駄ではなかったか。8番ね。いや、でも3番に降りた方が良かったかな。なんか2番にいる感じがあったんだけど、足の印象が強いからな。綺麗だなぁ、すげえ。さっきまで 4G やっててさ、ちょうど原生林寄ってたところあったから、すごい綺麗に見える。まがまがしいっちゃまがまがしいんだけど。すごいなぁ、なんか描写に、すんごい自然持ってかれる。あ、いたいたいた。ちょ、ケツにペイントブルーぶち込んでやるぜ。はいよ。トドガン。ギルスはな、なんか、あんまり上位行っても、なんか、新モーションとか気づかないところあるからな。はいよ。あ、てか、クソデカ。よし。ひとまずゲージ溜めて、あー、待って。今のいなしは普通に欲しい。よし。こっち来ないかな。あ、来た来た来た。よし。ライド。乗っていく。やりますね。ちょっとあまりにも声がガラガラになってきたんだけど俺なんかさっきまでさ、すごい阿鼻叫喚もんだったからさ、ここらでなんか、よし、あんまり叫ぶことなくなんか余裕で追われる狩りが続けばいいんだけど。あー、ありがてえ。ノックバックキャンセルできるのありがてえ。ここでよし、これでウェハがいけんじゃない。いいね、効いてるんじゃないかなかなか。あいよ、やりますね。よし、早いな動きマジで。はいよ、実りいけるかな。さすがに欲張りかな。あいつはこたれ投げんなお前。よし、もう一回で乗れる。オッケー。もうちょっと、もう本当にサク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 終わらせて、本当にオッケー。そろそろもう心の安らぎが欲しいんだけど。ああ、やりますね。 V 破壊しといてよかった最初に。ドゥイちゃんの答えこれやらしいな。なんかそこら辺にいるメラルーがぶん投げてるなと思ったら、あいつの答えかよ。よりによって。 OK。 うわ、来た。例のあれ届けたい。そういえばあ、来た来た来た。分かってる分かってるぞ分かってるぞ。あーし、ナイス。乗りしといてよかったな、意外と。無駄ではなかったな。消えてったんだけど、あれ音と機体、あれ、あ、あれか。え、あそこに残ってるやつで合ってる。え、なんか、あれ、え、なんか拾うもんじゃなかったっけ、残ってるうちに。あれ、そういうもんだっけ。これ大きいやつか。お、お、すげえすげえすげえ。めっちゃ早い。一瞬で、なんかアイテムボックスのアイコンとか出てきて、なんか、拾ったな。めっちゃ早かったな今の。王宮耳栓なんか食べた時のあれみたい、リアクションのやつが。めっちゃ早かったな。よし、ナイス。あいよ、あ、すげえすげえ。ナイスナイスナイス。やれ、終わらせろ、削りきれ。もっと弱くないはずなんだよな、拡散型のレベルさん。あの終焉を食らうもの、なんであんなに終わらなかったのか、終わらなかったのか疑問でしかない。ちょっと待って、待ってよ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 、なんでだよ。このクエストぐらい、気楽に終われると思ったのに。なんで俺こんな、こんなはずじゃないのに。はぁ、これが上位の洗礼ってやつか。強いな。でも、ちょっとあれだね。冷静に考えると、防御力、
低いのかもしれないね。一応最大まで強化できる分は強化したんだけどさ、160さ足んないのかな。あ、なんか来た。てかなんかあれだね、ステータスのところでお届け隊確認。あ、すげえ、こういうやつとかあるんだ。いや、と、いや、と、拾わせる気ないやん。ズワロポスの餌やん、あの携帯食料。拾わせる気あるよ、あれ。絶対俺使えないんだけど、あれ。あれ、ちょ、痛い痛い痛い。荷物は NG。ギリオスなんかに負けたまるから。ほんとに。よし。あ、だよね。弱ってるとは思ったんだ、俺。オッケー。いや、大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、届けて、届けて、頼むよ。お願いします。お願いします。よしよし。ありがとう。みどりちゃんも福部。祝部で祝ってくれては。祝法ならの祝部で。はいよ。あの世に行こうか。俺を一応刺した罪は重い。行け。アディーレベルチザ・エンドでね、ジ・エンドな。いやー、全然調子が上がらんちょっと今回はここでちょっとね、仕切り直しっていうか、あのちょっと終わりにさせていただこうか。もうなんか言葉も出てこないわ。ちょっとなんか今日は疲れが溜まってるような気がする。お疲れ様です。ちょっとまたあれで出直してくるリベンジ。今度はね、俺もこの雪辱を、もう俺この雪辱もうたまりに溜まってる、もう蓄積しまくってるから、もう本当にこれを果たすべく、本当に次はちょっと期待しててくれ。こんなはずじゃないのにって感じで終わんないから、もうちょっとなんか、あ、抹茶さんすごいですねって。やっぱなんか抹茶さんうまいな、みたいな。そんな感じの、言わせんばかりの立ち回りをできるように、ちょっと次回は出直してこいよう。よし。ちょっと今日はあれにしよう。ちょっと疲れた。最後にちょっと、多分あれだよね。吹き出しないかな？あ、流式船だけ吹き出しある。誰？あ、研究員室。あ、お前か。あの、ドスのオープニングに出てくるじいさんだ。カリウドよ、その鍛え上げられた肉体、鋭い眼光、鋭い眼光。いや、反応しちゃダメだ。磨かれた武器と防具、いくつもの修羅場をくぐってきたと、見える。うん。おっと、紹介が遅れたの。わしはドンドルマという町で、大臣をやっておるものじゃ。流力員との情報交換に来たところ、この興味深い流式船を見つけたゆえ、乗せてもらってるというわけじゃ。え、それだけ？待って、もっと、なんかクエストなんか出してくるよ。なんでそれ？俺大臣、よろしく。みたいな。じゃ。それ、何それ？なんか挨拶代わりのやつないの？何もないのか。鋭い眼光ってだけなんか言われて。まあいいか。なんか、多分そのうちクエストは依頼されると思う。まあ、ひとまず、そんな感じで。で、キークエはね、鉄かぶらの、やつかな。多分ババコンガはね、まだこれキークエじゃないと。うん。鉄かぶらのやつやって、で、なんか、キークエがまた出てくるっていう感じ。なんか、キークエは、一回やってっていう感じで、なんか、どんどん出てくるらしいな。追加されてって感じで。じゃあ、今回は、ちょっと、早いけど以上で、お疲れ様です。うんが、まだな。じゃ、さよなら。